村鈴芽とは、岡山県の和菓子、銘菓。小麦粉、卵、砂糖等を用いた生地を丸く薄く、片面のみ焼き、焼いた面で、粒あんを包んだ和菓子。その特徴は、和製クレープとも表現される。藤富士と饅頭と並んで倉敷を代表するメー銘菓。1877年に、倉敷市の立花孝道が考案した菓子を、当時の倉敷町長、林誠一が、 村メと名付けたのが発祥とされる。古く天領であった倉敷には、イグサの編み傘を被って踊る、豊作祈願の夏祭りの伝統があり、踊る、人々の編み傘が稲に群がるスズメに見えたことから、祭りは、村ズメと呼ばれており、菓子の見た目が、イグサの編み傘に似ていたためこの名前となった。生菓子といえば、餅菓子が主流だった当時は、画期的な菓子として注目された。 発祥には遺説もあり、倉敷出身で、岡山名家、調布を考案した、間野予平が、村めも考案したと伝えられている。予平の流れを汲む1889年創業の、沖縄県が販売する、調布に付属する説明書きにはその旨が記されているが、現在王県では、村めは販売していない。現在では、村鈴は、倉敷市、岡山市を中心に、 数店舗の和菓子店で販売されているが、地元倉敷においても立花行動が知名度で他を圧倒している。ABCDEFG、村すずめ、倉敷土産の代表格。おすすめ、メーカーを紹介。つぶあんが魅力の明治初期からの伝統メーカー。きびなび。2010年1月16日へ閲覧。地元民が選ぶ。倉敷駅、倉敷美観地区エリアの おすすめお土産のお菓子23三ンと販売場所まとめ。ノマド的節約術。2010年1月16日閲覧。元祖から変化球まで。岡山県倉敷メーカー。村鈴 l ライントラベル。2010年1月16日閲覧。村すめ。全国47の良いもの。2010年1月16日閲覧。ありがとうございます。